つくば大学附属病院は、茨城県つくば市にある病院である。つくば大学医学軍附属の大学病院であり、総合集散規模診療センターなどを持つ。特定機能病院。つくば大学の開学、医学専門学軍の設置に3年遅れる1976年10月1日、つくば大学医学専門学群附属病院として、開院。2004年4月1日より、 現在の組織に改名、改組された。2016年11月12日、中華民国衛生福利部東園病院と国立中山大学の3社で姉妹友好病院移行所に署名した。救急、集中治療部があるケヤキムネ屋上にドクターヘリ専用ヘリポートが設置されている。ケヤキムネは国立大学病院で 初めて PFI 方式を導入し、2012年12月に、教養が開始された。また、ケヤキムネ教養開始とともに、小児集中治療センターと小児救命救急センターが設置された。2019年10月16日、茨城県内で初めて高度救命救急センターの認定を受け、2020年4月1日より稼働を開始した。 2020年初めにおける診療科は以下の通り、公式サイトによると指定を受けている施設は以下の通り、ありがとうございます。